僕ら全員ゲーマーマなどでやっっぱり作ってる人間がだ自分たちで読み自分たちでこれだったらいけるだろうっていうまでまあライターにフィードバックをしてでライターも当然社内なんでとにかくゲーム体験とストーリーを今回一つにしようっていうので第三者の目っていう意味では入ってないに等しいですけど一番うるさいゲーマーが周りにいるんでゲーマーの目はすごい入ってるそうそうそこは入ってます例えば召喚獣の造形だったりとかモデリングアーティストみたいな人々っていうのはやっぱり社内でやる社内ですね芸大から木掘ってた人た人ちも もししうにに困っったら来ててくれないかっていか講演を回行ぐで彼らやっぱり最初あんまデジタルに興味ないっていう雰囲気だったんですけど、はい、実際そのスカルプティングをしてるところをこれぐらいやっぱりみんなの掘るっていうことがどれだけそのゲーム産業において芸術性を発揮できるかっていうことをやったら結構みんな目の色変わってくれたりしてたんで、はい、まあうちはそういう意味だとグラフィックスに結構こだわりのある会社なので本当スカルプティングだけを毎日掘り続けてるみたいな人がいる,る。<laughs>